熱供給株式会社、有楽町丸井、三菱 UFJ 信託銀行株式会社、その他衣装協力といたしまして株式会社ジャパンスタイルにもご参加いただいています。また千代田区観光協会、一般社団法人日本経済団体連合会、旧都県市首脳会議環境問題対策委員会、日本放送のご講演をいただいております。今年も大丸牛エリアにいらっしゃる企業団体を中心に34社の方々にご参加をいただいております。でまた一水後の6時頃からはステージ向かって正面の行幸通り東京の門を中心にして東京丸の内盆踊り2016が昨年に引き続き開催されます。東京音頭の元歌として知られる丸の内音頭を千代田区民謡連盟の方々を中心とする総勢100人の浴衣姿の踊り手が披露するほか、一般の方々もその場で踊りの輪に加わって夏の風物詩である盆踊りをお楽しみいただけます。また丸の内エリアの人気飲食店が屋台やキッチンカーでお祭りならではの屋台メニューを販売し、お祭り気分をさらに盛り上げます。打ち水プロジェクトの後にはぜひ東京丸の内盆踊り2016の会場までご移動ください。最後になりますが、本日は各種プレス、また事務局のオフィシャルカメラが会場内に入りまして、こちらのイベントの模様を撮影させていただきます。あらかじめご了承ください。ここ開けた他の人が来る。ちょっと遅かった。